魔導書を読んでいて気がつきませんでした。私はアンナローズと申します。あなたはご存知ないかもしれませんが、私、魔法学と工学の権威と呼ばれる両親の家庭で育ちましたの。魔導工学に関しては、私にお任せください。どうぞお見知りおきはんん。もう朝なのあなた。 早起きなのね。おはようございます。本日もいい日になるといいですね。もうお昼ですか。魔導書を読んでいると、時が経つのが早いですね。夕方から夜にかけては、工学の勉強をする時間ですが、新しい技術に触れるのは面白いわ。家でも学校でも、いつも一人。 でも、それが当たり前だったから、寂しくはなかったわ。家族団らん、親しい友人、人のぬくもり。家柄が恵まれた私より、恵まれない貧しい庶民の方が手にしている。そう考えると、今はそんなに必要には思えませんわ。お父様。 お母様。私を置いていかないで。尊敬できる方はいませんわ。皆さん私には及びませんもの。ずっと一人でしたから、誰かに私の行動を邪魔されるのは、久しぶり。案外、悪くないですわ。はっえっと、あの、 私の体に、興味、あるのかしら魔導工学に基づいた最適な装備をお願いしますね。足りないところは補い、より大きな力を生み出すことが大事だわ。何も体を鍛えるだけが全てじゃないことを見せてあげるわ。日々、私も工学も進化していくのね。まだ隠された力があったのね。 せやそれ私を舐めないで消えなさい目の前から消えてこれ以上好きにはさせないわぶっ壊れなさいこれで消し去るこの程度見切っているわ。ありがとうございます。お父様。 申し訳ありません。皆さんのお力のおかげです。思いっきり壊して潰して、消してあげますわ。あなた、あの、こんにちは。やりましたわ。許しません。おやめなさい。どうしてです ごめんなさい。すごいです。で、出れます。そんな。 お,おはよう、魔導工学に基づいた最適な装備をお願いしますね。誰かのために強くなれるということは素敵だと思うわ。アビリティの差が勝敗を分けると、昔書物で見た気がするわ。状況に応じて変化できるものこそ生き延びることができる。って、この間読んだ工学書に書いてあったわ。 魔導工学に基づいた最適な装備をお願いしますね。